さあ始まりましたポジドラ、おはようございます、大竹春香でございます。今日石川投手とやるということなんですが、天候次第ではというところですよね。屋外の球場、まあここまでドラゴンズかなり調子よく、ホークスにね勝ち越ししたり調子よく来てるんで、できればやってほしいっていうのが一つなんですけど、それ以上に今日僕はねやった方がいいと思う理由があってですね、そのお話も含めて今日石川投手の紹介していこうと思います。石川投手、1988年生まれ、マー君世代の投手ですね、僕も同級生なんですけれども、今年10試合投げてて防御率 1.71、 嫌な数字だ、ね、素晴らしい数字、エース級の数字を残している、なかなか点取るの難しいよねっていうところで、ウィップ1イニングあたり平均して何人ランナーを出したかが 1.07 人、ランナー出すのも難しいよというね、手強い相手であることは間違いないでしょう。でいろいろね、なんか弱点ねえかなと思っていろいろ調べてきたんですけど、 3、4月が防御率 0.87、対して5月、先月ですよね、防御率 3.27、 あれ調子落としてんのかなと思ったんですけど、よくよく見たらホークスに一度やられただけで、あとは完璧な投球してる、ね、だからね、見てると5月の防御率 3.27 だってテレビでも出るかも分かりませんけれども、当てになる数字ではない。3回5失点かなんかしてノックアウトした日が1日だけあっただけね。でもう一個、マリンスタジアムでは、石川投手あまりいいピッチングをできていない、比較的苦手でも、それでも防御率 2.48、 6試合ぐらい投げて 2.48 ですからね、まあ、苦手な方と言ってもいい数字ですよね、素晴らしい数字ですよね。で KBB 三振はフォアボール、コントロール見るときなんかに使われます 3.33、 コントロールめちゃくちゃいい、パワープロだったら B とかあってもおかしくないね、レベルですね。で奪三振率が 4.26、 9イニング投げると、三振 4.26 個ですから、三振自体はそんなに多くはない。対して四死球率、9イニング投げると、フォアボール 1.28、 とにかくフォアボールを出さないピッチャーだと、ね、球数少ないんですよこのピッチャーって。まあ、フォアボール出さないというのと、やっぱコントロールがいいから早め早めに打っていくしかないっていうね、ところから来てるとも思います。でホームラン9、 9イニング投げるとホームラン打たれるのが 0.28 発、ホームランはほぼ出ない、ホームランほとんど打たれないピッチャーで、今シーズンね2本、ホークスが1本で、前回ヤクルトが1本ね、素晴らしいピッチャーで、対してグラウンドアウト、エアアウトの比率、ゴロアウトとフライアウトの比率が、ゴロが異常に多い。あ、まあこれホームランナインが低くてゴロの割合が異常に高い、そして奪三振率が低め、まあ、ゴロピッチャーですよね、ゴロピッチャーと言ってもいいと思います。ドラゴンズね、ゴロピッチャーあんまり得意じゃないですからね、今日もなんとかしてほしいですね。で被打率は2割5分2厘、左のがどちらかというと有利、まあ、左バッター期待したいですけどね。で配球割合もやっぱゴロピーらしく、ストレートあんま投げないよとね、引っ掛けてねっていうのがねすごい目に浮かぶんですけど、なんとかそこ打破してほしいなと思います。で、なんで今日ね僕やってほしいなって言ったかっていうと、ゴロピッチャーっていうのはもう総じて一つの弱点がある。でその弱点っていうのは守備のアウトを任せなきゃいけないっていうね、ことであって、まあ、今日ねこの天気なら芝が濡れてるんじゃねえかとね、濡れた中で、内野の守備がいつも通りできない中でゴロピードやるっていうのはドラゴンズに一つ有利なんじゃないかなと思いますね。こういう素晴らしいピッチャー打っていくには、ね、この天気も味方につけなければならない、まあ、そういうことでしょうかね。で前回登板はヤクルト相手に6イニングで完璧なピッチングをして見せたよと、ホームランはね珍しく1本出てますけれども、あとは完璧な神宮ですかね、神宮でこれだけのピッチングをしているよという投手でございます。ドラゴンズファンらしいんですよこの人なんでね、なんとか強いドラゴンズをね直接見せてあげたらいいなと思いますね。でうちは小笠原投手が行く、これまでコロナで出遅れましたけれども6試合投げて防御率 3.65、 ウィップ 1.32、 まあ2つともいい数字とは言えない、特にウィップが高い、
ね、いつもランナー背負ってる投球をしているという感じですね。で、三振割るフォアボールの KBB が低いですね、かなり。これもうコントロール悪いと言われても仕方がないレベルですね。で、分解して見てみると、まあ、奪三振率はそこそこに対してやっぱ要支給率が高すぎますね。まあ、これからね、まあ、コロナのせいで調整がうまくいかず途中離脱してっていうのもあると思うんで、これからね、なんとかここ下げてきてくれたらいいなと思いますね。で、意外と小笠原投手、意外っつったら失礼なんですけど、別に小笠原投手だからとかじゃなくて、こういうストレートをね半分以上投げるピッチャーにしてはホームランラインが低いね。ストレートボールで押してくるピッチャーはホームランラインが高くなる傾向にあるんですけれども、小笠原投手は低い、ね、ホームランなかなか出てない。そしてゴロアウトが多いんですよ今年。まあちょっとですけどね、ゴロピーっぽい成績とも言えるんですよ。なんで、逆にゴロあんまり打たれるようだと、芝が濡れてたりするとドラゴンズの内野陣結構ね負担でかいのかな思いますね。で、やはりね、このコントロールの悪さっていうのは、このナックルカーブだと思うんですよね、個人的にはね。コントロールするのが難しいボールをね、今年はかなり使っているということで、なかなか制球がっていうところなんでしょうけど、前回はですね、楽天相手に素晴らしいピッチングをした。フォアボールも1個だけ、自責でゼロですからね。前回のようなピッチングができると、成績どんどん上がっていくんじゃないかな。小笠原投手ね、まあ、運がないっつったら、よくないのかもしれませんけど、今年ね6試合やってるうちの3試合ぐらいがね苦手のベイスターズなんですよね。そういうところもあって、で西武ですか、あと一つはね、西武にめちゃくちゃ打たれた試合も小笠原投手で強打のねチームを相手にすることが非常に多かったんで、まあ防御率、まあ、予支給率もそうですよね、強打のチーム相手にするとどうしてもこの辺がね悪くなってしまいますから、これから頑張ってほしいなと思います。で、相手のリリーフ陣いいのが、いいピッチャーがこれだけいるとね。増田投手なんかはね、個人的には見るの楽しみですけど、どうやってタイミングずらしてくれるかななんてね、楽しみですけれどもね。打撃陣ここ1週間で見ると、意外と打率的に打ってる選手はいない。この1週間で3割以上打ってるのがエチェバリア選手だけ。ただしホームランは出まくってる。まあやってきた球場ってのもあるんでしょうけど、レアード選手3本ね、中村選手、安田選手2本っていうね、この辺は今乗ってるんで、マリンスタジアム本拠地でねドカーンと行かれる可能性はある。で、気をつけて投げてほしいなと思います。対してドラゴンズの打撃陣、ここ1週間で見るとビシエド選手が好調をキープ中で、阿部選手もね変わらず好調だと。で、岡林選手がねなんかめちゃくちゃ打ってる印象だったんですけど、この1週間で見ると2割8分0厘ということは、まだ上がる最中にあると僕は思います。今日からねまた1週間ここでなんとか敵地で厳しい戦い続きますけれども、頑張ってほしいなと思います。以上、ざっと解説してきましたけど、今日僕ね試合ちょっと用事があって見れないんですよね。僕の分まで皆さん応援してくれたらなと思います。僕はね今日ね雨が多少降ってもやった方がいいなと思いますね。以上、大竹遥でございました。バイビー。